レペリル・ブルー表紙も売りするナールはフランスの小説家。20世紀の初頭、時代に先駆けた SF 的な回帰小説を書いた。代表作は1912年の長編レペリル・ブルーなど、別名番山三番ん。フランス北部のシャロン・アン・シャンパーニュでランスに羊を持つ中産階級の家庭に生まれる。父は司法官で、 モーリスが生まれた年に裁判長に任命された。モーリスルナールは子供時代をエルモンビルで過ごした。ここには祖父母がサンレミ城という城を持っており、一家は広い庭園付きの家に住んだ。唯一の男児であり、二人の姉とは年の離れた罰子であった。彼は大切に育てられた。読書は子供時代の彼に大きな影響を与えた。 1886年の末、モーリスルナールは、文ュ学校の寄宿生となり、その後ボンザンファン大学に進学。1892年に、ランスに戻るまでパリに暮らした。1894年、哲学で学士号を取得。1896年から99年の3年間は、ランスで兵役に着いた。その時期、H.G. ウェルズの作品と出会う。 1899年、パリで法律を学び始めるが、すぐに、それを放棄して文学に専念するようになる。1905年、バンサン・サンバンサンの筆名で、最初の短編集フォントムズ・イ・ファントチスを刊行。収録作のレ・バカンス・デ・ムッシュ・デューポンは、ウェルズの影響が伺える。なお筆名を使ったのは、同性の著名な作家ジュール・ル・ナールとの混同を避けるためであった。 1903年、ステファニー・ラバティという女性と結婚。4人の子供を成した。はじめクレベル通りに今日構えたが、後にトゥールノン街へ移った。彼の住まいには、しばしば、コレット、ピエール・ブノワ、アンリド・モンテル・ランラといった著名人の来訪があった。ルナール最初の長編レ・ドード・ア・ラーンは1908年に刊行された。H.G. ウェルズに捧げられた本作は、 マッドサイエンティストを扱っており、翌1909年に、続編レボヤージュ・イモブルが出された。レペリル・ブルは1912年の出版で、ルイ・ペルゴーに注目された。これは一種の侵略テーマ SF であり、地球の大気から奇妙な二足動物を釣り上げる異星人の視点で語られる作品であった。1913年には、死の非表紙ラビフランセーズを創刊し、またムッシュディー。 ウトラモートイオートルイストワールズシングヤリアーズを出版した。第一次世界大戦においては、ルナールは1914年から1919 19年の初めまで騎兵士官として従軍した。彼の長編小説レメインズ・ディ・オーロックは1920年に連載の形で発表された。死刑囚の手を移植された画家を描いた作品。百二十四年にはオーストリアで芸術と 手術として、1935年にはアメリカで、教練として映画化されている。書籍形態での観光は1921年に、ルオム・トルーケイとして、1928年に運、運オム・シェレ・マイケ・ロブスとしてなされた。モーリス・ルナールは1930年に離婚し、再婚している。1935年以降、ルナールは、多くの中、短編を発表し、 複数の日刊誌に連載を持った。また、ソシエテ・デジャン・デレットルの副会長を務めた。彼は、幾度にもわたる、下下手術の末、1939年に、ロシュフォールで死亡し、オレロン島に埋葬された。ルナールはフランス語圏のサイエンスフィクションの歴史において、1900年代から1930年代の、最も重要な創作者であり、 19世紀末から20世紀初頭の二大パイオニアと戦艦から戦後の作家たちをつなぐ人物だと評価されている。彼が同世代の同業者たちに勝っていた点は出力の確かさ発想の多様さであった。ただし多くの短編において英語圏の作品からのプロット尺用が見られるとの指摘がある。日本語訳された作品としては短編ラキャンタリス。 歌姫及びエイトロンジスーベニアデーム・リズロー、リズロ氏の奇妙な思い出がある。共に、フランス幻想文学傑作選三書集。ABCD ジョン・クルート編著、高橋良平監修、SF 大百科辞典よりハット AB、フランス幻想文学傑作三百328ページ、解説より、SF 大百科辞典 P125 より引用。 フランス幻想文学傑作選賛同ページより引用。ありがとうございます。